イカルス四百五十一オリジナルのイカルス四百五十一イカルス四百五十一は九百五十年代にユーゴスラビアで設計された六機の実験機に与えられた名称である。すべてが基本的に同一の機体であったが、一機一機はかなり異なっていた。この中のイカルス四百五十一 m はジェットエンジンを搭載九百五十二年十月二十五日に 初飛行を行い、ユーゴスラビアで飛行した初の国産ジェット機となった。この名称で製造された最初の機体はパイロットがうつ伏せて登場する通常の低翼単葉の総発プロペラ機であり、引き込み式でオリン式の膠着装置の主脚は主翼下のエンジンナセル内に後方へ向けて引き込まれた。1 1 8キロワットを発生するバルター倒立エンジンを装着し、 翼幅が6.7メートル最高速度時速335キロメートル、巡航高度4750メートルのこの機体は1952年に飛行した。この年の末にはパイロットが通常の形式に座り、オリジナルのイカルス451のバルターマイナー6、3直列エンジンを、チュルボメカパラスレイゴエーターボジェットに換装した、451M が続いた。 この型では、主脚は内側に引き込まれた。武装は 20mm イスパノスイザ 404A 機関砲を胴体仮面に、RS ロケット弾を主翼仮面に装備する計画であった。この基本設計から、さらなる軍用派生型の開発が意図されていた。1954年に飛行した S-451M ザリアは延長された胴体折りたたみ式の主翼。 吊り下げる代わりに主翼と同一面に再設計されたエンジンナセルを備えていた。この機体が近接支援任務用に企画された軍用基板 J-451mm ストラスリンの基礎に供された。この機体がそれまでの一連のものと異なる点は首車輪式の膠着装置を採用した点であり、チュルボメカマルボレはそれまでのエンジンの2倍以上の推力を発生し、 武装は、胴体下面の HS404 機関砲が2門に強化されていた。この機体は、1957年に時速 750.34km の世界速度記録を樹立した複雑練習機の S-451mm マティカとタンザーアエロバティック機 T-451mm ストラスリン2の元となった。一連の機体のどれも量産はされず、 451、451m、J-451mm 45は前期がベオグラード航空博物館に保存されている。ありがとうございます。